はい、スタートです。館長は敵だね。館長にマイクでやったんですよ。あ、わかりました。はい、どうぞ。入ってるっぽい雰囲気。はい、はい、では見ていきましょう。レギュレーションは筐体の変更はなしで、そのまんま1時間がっつりというふうに聞いておりますが、それでよろしいんでしょうかね。はい、さあ、ということでヒゲ VS マキンタロサウザラオとなっております。さあ、もうヒゲさんもね、さすがにブランクは消えてきた、そんな感じがあります。開幕ガンダッシュで攻めていこうとするが、金緑を減られる。その隙に5本を2個つけるが、そこにつけ込まれてガンダッシュ的爆弾が通る。バステカー、そして控えめ。さあ、ゲージは1本溜まった。ここからどうお互い差し込んでいくか。まずは守りの爆弾、おっと、ここは攻め込みに行ったが、バニーは繋がらない。フォローの強化チョップ、さあ、うまくアドリブコンボ繋いで、強化チョップはラッキーだったが、その後のフォローはうまくやったといった感じ。さあ、ラッキーパンチからも殺しきるのがラオウの強み、そして上級ラオウ使いの証。さあ、これは一つ足りてる。さあ、流れを持っているか、マキンタロウ1本取る、ラウンド2。さあ、サルダガーもゲージはあるものの、やはり一発で終わってしまうというこのリターン差が非常に厳しい。裏再成功。あ、サニア君。隣ガチだから静かに、ね、あらかじめ言っておく。はい、トラビング決まって一つだと残った。さあ、いけるか、印刷。しかも最後トラベ状態だったからビターンと押しましたね。さて、1試合目はマキンタロウが取っていく。サウザーステージに変更。さあ、まず開幕の触り合いをどうする。さあ、ハイジャンプ、バックステイ巻いて、ここは着地止めなかったが、壊し暴れ潰し。さあ、リターンは薄いが、この薄いリターンを細かく取っていかないといけないのがサウザーは。押せかさして、さあ、強化チョップ誘った、うまく誘って、ちょっと反撃が失敗したと本人は言っていますが、それでもそこそこのリターンを取れている。しかし、コミヌルーコシ。さあ、中継の2択、どうしてこれはやるのか、できない。さあ、ジャン A からしっかりサイまで仕込んである。まあ、今のはいいジャン A タローだと思いますよ。さて、家庭用で結構ね、あのバスケのトレもがっつりしてきたと言っていましたが、ちょっと一回見せてしまいましたね。さあ、痛いコンボミスとなってしまったヒゲサウザー。まあ、無差別じゃない、ガーキャン通してしまう、投げ通す。さあ、体力差は少ないぞ。ああ、バクテイからのバニーが届かない。ガーキャン森バニーから攻めに行くが、体力リードしてるのはラオウ側、どうすんのこれ。もしもし、光る。ガーキャンを読んでる、投げる。今の投げ通すとすごいですね。残り1秒なのに。第2ラウンド。さあ、マキンタロ、ここ、ああ、ジャンディ、さあ、このジャンディ、マジきついね、これ。はい。さあ、2グレテイクバックス、あ、テイクサイ。捕まえて、コンボが決まっていく。もう1回。さあ、ここからゲージ回収成功できるか。ここはバニーキャンせずに、まあ、若干回収といった感じですね。最初ラウンド。さあ、無双転生がをどうつけるか。
けることに成功した。さあ画面下に徐々に追い詰めていくサウザー側だが、こうなるとリターン差が激しい。サウザー側はリターンをどれだけ取らなければいけないのか。タメマに当たらない。ラオウに当たりやすいんですけどね、ああいうの。ちょっと上に届かなかったですね。さあ様子見、ショーハのバリアがしっかり、飛び道具を巻く位置をしっかり理解しているヒゲサウザー。ここはさあガード失敗。おっとこれは補正になった、補正になった、これはあるぞ。強化チョップ、さあ、ならいや追い詰め方は素晴らしかったんですけどね。やはり無敵技をポンポンぶっ放せる。さあ1対0対2がまだ。今のサウザーが惜しかったですね。サウザー、まあ、サウザー側も今の強化チョップ読んで、ちょっとまた強化チョップ狩りの相馬からの壊しとかやってれば多分ヒゲさんの勝ちだったんでしょうけど、ここちょっと読み合いが五分の読み合いが勝っちゃったみたいな感じですかね。おっとこれは引かぬジャンディさせて、アイジャンプを追いかけていく。そして重ならないが、ここは投げていく。あナイスコスミだな今。さあ今のはね最強の崩しなんですが、相手が割り切って暴れているとこうなってしまうという。どうなんですか、人読みなのかな、狙ってたのかな。いやマキン持ってるね、今かなり持ってる。バニーキャンかな、捕まえて。ああ最高、ダッシュも出る、これは最高。さあ先制もついてしまい、そしてブーストが2本ある。マキンタローラオ、これは圧倒的有利状況。とりあえず画面下の一面で引きサウザーだが、ここから1回で読み負けたら特殊を食らってしまうが、ここは搬送すれば。あっとこれはちょっと一つが足りなかったらしい。2、3ヒット少なかった。テイクバックタイ通していく、これも回転かな、ゲージ回転で。さあここはそうですね、ボッタチで相手にゲージを溜めさせない作戦。今の下手にガードしてしまうとヒゲサウザーがブースト1本以上回収していたかもしれないと、それを読んでいる。さあ相手にブーストがなければ星が圏内でもそんなに怖くはないといった作戦がうまく機能しているマキントローラを、ここでミスってしまう。これはヒゲさんワンチャンあるぞ。さあまだまだこのゲージ状況だとサウザーが辛すぎる。どうすんだこれ、ここで割れる、ここで割れる。めっちゃレバーガチャ早かったよ。さあレバーガチャしっかり、復帰も早かったんですが間に合わず、なんとかな。失礼、ジャンシー1歳わざと名刺回数を増やす人があるの。ほらほらと三連勝マキン。どうなのかな、ヒゲさんがバスケを狙って、成功率がそんなに高くないんだったら狙わないのが正直いいんじゃないかと思うんだけど。まあでも今日あの家庭用で散々練習してらし、してきたらしいから、あれをねしっかり完走されるんだったら、まあかなり面白いことになりきそうなんですがね。今のところ2回ともミスってますから。さあどう修正していくか、ヒゲサウザージャンディ、ああバシバシ前にとりあえずゲージを貯めていく。マキンタロラオジャンシー超波巻いていって上からかぶせていく、しっかりガード止めて、バニから固めていく、固めていく、固め継続。ガードクラッシュゲージはまだちょっとある、引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ。しっかりオラガで外し、剥がして、エンディー、いいエンディーから、ここは対空を取り切るか。さあお互いに様子見、空中で様子見だが、様子見した結果やはりピンチになるのはヒゲサウザー側。これはあ当たっちゃうか、これしっかり繋いでいく、マーキンタローラをテイクさえ捕まえて、これどうする、バニキャンゲージ回収、そして蓄積を乗ったこの置き攻め、やはりこっちの弟子なら
もうやって殺しに行く。あ、ちょっと間違えたっぽい。間違えたっぽいが、まあまあ一本残れば。ゲージはしっかり一本残って、ほら、おっと、あと目押しミスる。しかし残り10カウントどうしていく。逆に落ちしっかり無双転生押し込んでいる。はみ出しブーストできちゃった。第2ラウンド、さあブースト 0.2 本、はみ出しブースト入ってしまったヒゲサウザーだが、ビッグバクテン崩していく。リレーバクテンもしっかり成功している。ここら辺は安定。遅らせていくバクテン、熱湯押し込み読みのタイミングをずらしてバクテンが乗っていくが、これでは危機が乗らないのであまりゲージはたまらない。さあブーストと印刷キャンセル。あっとマキンがガーキャンガリチョップができている。ひどい言いようだ。マキンが4連勝。今日マキンさんミスらないなと思ったら、あれかサウザー相手に、あ、ヒゲさん漏らしちゃった。ヒゲさんがちょっと漏らしちゃったんで筐体が濡れちゃった。マキンさん今日ミスんないなと思ったら、あのマキンさんの苦手なブーチさえをするルートを使ってないんで。でも随所の随所の逃げ割り込みとかうまいな今日。5試合目真空バックテ引かぬ。おっとダメージを見つめて、おっとこのままリターン取り切るか。しょうがたね、タメバニはバックスでかわすが、うん、しっかり余った武装を使って、これも逃がさずに、もう一回、もう一回、バーを固めている、しかし、これは蓄積がすごい、ゲージが溜まっている、さあ、ブー、おー、急いだが、ガーキャン通して、さあ、ちょっとリターンが取り切れなかった、さあ、ここから逆転勝利で、これはびっくり気味だったが、しっかり表、対空に C をしっかり取っていったのはヒゲサウザー。これはヒゲサウザー落としたくないこの試合。さあここで決めに行くか。ここは様子見、体育式を取っている。キックスタンディング、バニーが届かない。ガーキャンコール、バキャン無理だろう今のは。ガーキャンに加えて裏回っているという、裏回っている。画面端だったんだけどな。あれ回るんだね。ねあれ今のはラオだから裏回るの、そういうことじゃないよね。ラオだからじゃないですか。ラオだからか。今のは見えないでしょう、まあ、今のは見えないですね。1対4。さあここでねヒゲさん流れに乗っていきたい。一回ね触って引かぬこびぬ、にびにび引かぬこびぬでゲージ溜めてバスケみたいなのが理想なのかな。PC 耐久しっかり取っている。細かいところをしっかり確実にやっていかなくちゃならない。これでゲージ1個出来上がり、出来上がりからの、いやディレバックした。これはさっきと同じパターン、さっきと同じ映像が左右対称で、おっとここはちょっとミスったが、どうする、ガーキャン通していく。冷静なマッチだろ。さあちょっとその強化は大丈夫なのか。ここを1回出ないだけで、さあ強化チョップを警戒して距離止め、ガーキャン、もう今のは何盛りのバリか分かるけど言わないでおくよ。言わないでおくよ。何盛りのバリか言っちゃった。何なあ、ブーコブーコ足漏れかな。ブーさあしゃがみ B 打とうとしたけど前 B になっちゃった。まあ乾燥されても乾燥されても星3ブー1ってのがまだ救いか。しかもコンボ選択によってはブースト 1.2 本サウザーメたまるんじゃないですか。どうだろう、あーたまるかな、バイアン的たまんなそうかな。いやバリキャンしてここでピシピシでたまると思うな。うーん、ちょっとたまんなかった、はみ出ないな、たまらず最終ラウンド。さあブースト的にはラオ側が有利。こうなるとお互いを、あーやりすぎた、ちょっとやりすぎた。ここはブーストが2本あるので、これはもう一回裏返すのかな。
ああできない。これはガードがしっかり固めて、ヒゲサウザー、おっとガーキャンボール出てない、せつねせつね、今向こう側でヒゲさん切れてそういや、せっかくマキンがガーキャン狩りチョップをね、コマンド汚くてマントになっちゃったのに、しかしブーバクがミスってバクブーになっちゃって止まっちゃって切り返そうとしたらなんか ND でガーキャンが割れた、ガードが割れた、 ND 読めてたけど割れちゃったってやつですねですね、まあオラガを忘れたのが悪い切ねえな。これで何本 4-1? 1対5とかあった気がする。5-1か、後ろに下がるマーキンタロー、飛び越えられない、ダメージを詰めてガード固めている、ここはしっかりヒット、そしてリターン取っていく、を取れない、ここはティークボスで通って美味しいリターンが続く、サウザー側画面を詰めて昭和重ねからバックステップもしっかり対応して勝っていく、どうする最大のリターンは、ここは相手にゲージが溜まっても自分にゲージをたっぷり溜める作戦、オーラゲージは入っていく、星は全部取ったかい、全部取ってる、しかしマキンタロー側全然こっから逆転勝利はあり得る、アップない、危ない、シーカー漏れて、さあいろいろ漏れて右立ち引っかかって、さあここが我慢のしところ、サドサゴは当たってしまった、しかしリターンが取りきれない、交渉で逃げていく、さあどうする、さあこっからはサウザーの武装もついてない、これは無理だまああそこでね、単純に中段とブーゲダの二択な上に今みたいに中段としてはまだブースト残ってるっていうねまあ無双をつけれなかった、まあ、金のあれですかね、負けですかね、取り返すヒゲシ、2号ですね、2号、まあ、まだまだ始まったばっかり、まだ15分中しか経ってない、ああ置き技を読んでのバニー、今のはどうですか、センスがいいバニー、今のだから勘違いだっぽいですねさあサウザーターンが始まっていく、蓄積乗っけてゲージを回収か、ブーゲダンどうする、ほう小刀回転、うん、無理うん、無理、しかもブースト1本しか溜まってないですね、ラオ側、これは立ち回り能力に大きな差が出てしまった、ラウンド2、まずはジャンプ防止のブーコパンから、しかぬ下段下段2連から殺していく、3対5、これはまだありますね、サウザー側、まあ、引かぬ、こびぬにガーキャンならだって感じかな今のは、その後に嫁に付き合いたくないし、確かに今ちょっとマキン側がおとなしくしすぎたかなって感じは、ガーキャンゲージがあったならって感じですもん、うん、さあ今気になるのは LINE のサウザータイムラインがどうなってるか覗きたいよね覗きたいよねきっとハムバラ君あたりが興奮してるんじゃないかなと思うんだけど、ショーハー巻いて、オメーションを詰めていく、しかし上にしっかり逃げていく、ショーハーは潰されてしまう、 2D グレーブからさあ繋がったがリターンが取り切れない、今のはヒヤッとした場面、西バニか、うん、さあ遅らせてブーコバン、ガードクラッシュという弱点がある以上暴れざるを得なかったが、もしくは飛び逃げに引っかかったが、いずれにしてもサウザー側がきつい読み合いとなっていた、無双転生をつけて、ガーキャンゲージたまんじゃねえかな、おお前じゃないか、飛び逃げ成功、蓄積をしっかり切って、まだサウザーがあるぞ、これサウザーの前ジャンプでなら逃げれる、これいけるか、さあこれはバスケに行くのが数少ない勝ち筋か、ヒット数は足りてる、さあ、ね、あこのバスケね、最後の低空放射がよく出せんなっていつも思うんだよね、あんな立ち火ガンガン連打した後にしっかり丁寧な低空交渉入力、あーとっ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 と、今マキンもガーキャン狩り仕込んでた、うわこれは残り時間もしないし、交渉使うかゲージは使いたくないか、使わないと思うな、うん、
しかねだ。あれちょっとだけ練習してみたんですけど、サウザーって前ダッシュ速いから、あそこまで行けば前ダッシュ立ち合いがすげえ速さで入るんですよ。なるほどね。意外と安定するんですよ。タメバニがまあありますね。おーちゃっちゃっちゃっちゃ、あー荒れていく荒れていく、味がしようとしてジャンプしたとかたまにある。ヒゲさん、さっきのね、の最終ラウンド、あ、じゃあ第1ラウンド、とどめを刺すときに星をあまり取らなかったのですが、うわ、やっちまった、やっちまったヒゲさんもやっちまった。さあ、あの1ラウンド目のコンボ選択でラオガが星になってしまった。これでワンコンボで倒すのはちょっと難しい、ね、突然のセンスとかガーキャン漏れバニーとかで死んだら悲しいけど、危ねフォーク当たらず、うん、ガーキャン通してマーキンポイント、なんだなんだ、欲しい、どうする、西しっかりリターン取って、さあこれで星さん、これでお互いにワンコンボで殺せる状況、飛び逃げしっかりガーキャン通して、ガーキャン通っちゃった、強化、印刷無理やり、マーキンっぽくない。マーキンはああいうことしないと思ったんだけど。あれね、動きたくなっちゃうんですよね、まあ、相手に印刷ゲージがあるとああなるっていうね。